そしてつい最近その事業からまた転換を図られたと。やっぱこう長続きのするには転換の歴史だなと思うんですが、この転換の形についてまた教えてください。現在の社長にそのバトンタッチをするときに、私も親父から引き受けた仕事から大幅に転換をしたと。ちょうど戦後からいくと昭和50年というのはちょうど30年と。で、今私があなたにバトンタッチをするというのはちょうどこの仕事を始めてもう30年と。こういうことになると、もう思うようにやってほしいけれども、ぜひ新しい分野を開拓をすることを、引き渡しの時の一番重い言葉として、言い渡しておきますよということを話をしました。で、30年サイクル説の中で、先代から会長が受けた時も30年、会長から現社長に渡す時も30年なんですね。30年サイクル説がちゃんとはまってるんですね。現在の仕事もちゃんとこうあるわけですので、私のようにもう先が細っちゃってどうしようもないなという、そういう危機感では、そこまでの危機感ではなかったわけですが、何を考えたらということで、やはり不動産事業をある程度こう過去から続けていたもんですから、その事業の中で何かできないかと。10年ぐらい前からリフォームリフォームというふうに言われてました。で、リフォームよりもリノベーションという、もう少しこう大胆にこう建物をこう変えていく、そこの仕事に大きな活路があるんじゃないかということで、今その方向をかなり意識しながら、事業展開をそちらでもやり始めていると。その30年前に会長がその繊維の業界から大量に引き連れてこの冊子の業界に行った時のように、この冊子のビジネスに関しても何かこう変革を現社長の代になってもたらされたというふうに伺いました。バブル崩壊後に、失われた20年ということで、日本経済は非常に冷え込んで、特にグローバル化で、中国をはじめ、もう海外の生産というのがもう猛烈に盛んになってきました。これは我々の業界も変わらない状態と、やはりどうしてもやっぱりこの東京のこの地でこの製品を作っていたのではどうやっても採算合わないと。で、これは現社長が本当に血を流して、この製造部門をやっぱり撤退をするという思い切った方向を出しました。工場の閉鎖。そうですね。私は相談を受けた時に、いや、よくそこまで勇気を持って考えたねと、ぜひそれはそれで思った通りにやった方がいいんじゃないかと。そこにいる人たちの配属やら何やらは、これはもう別の意味で考えればいいことであって、という、これは一つの大きな現社長の決断だったと思います。会長は知事は汗を流しながら作ってこられたその新しいビジネスモデルの中核である製造の部門をストップするということに関して、それを会長はよくぞ決断したってよく言えましたですね。やっぱり気持ちの上では、本当に寂しいものがありますね。から苦労してきた人間がそこにいるわけですから、これは本当に辛いものがありましたけども、やはり託していくのは今の、人たちに託すわけですから、ここに先が開けないようではいけないという、よく決断をしたなというふうには社長には言いましたけれども、気持ちは大変複雑なものがありました。しかし、そうやって事業というのはこう涙を飲みながらつないでいくものなんそうですですね。ね。中小企業なんてやっぱり必ずその時代時代世代って言いますかね、汗や涙っていうものはつきものじゃないんでしょうか。